ドラフトには皆さんある伝説があることをご存知でしょうか。噛まれるならお前が噛まれるよみたいな。ドラフト4位の法則、ドラフト4位にその後プロで活躍する選手が多いという法則なんです。最も有名なのが91年組、金本さん、そして一郎さん、さらには中村典さん、そして檜山さんもドラフト4位で入団されて、他にも前田智則さんであったり赤星さんで、最近で言いますとオリックスの山本由伸投手も。よく言われるのは1位とかで入るとすごくこう注目もされて、いろんなコーチからもいろんなこと言われるけど、まあちょっと4位とか5位だとそこまで言われないんで自由にできるんじゃないかみたいなとかですね。いや僕はね、もう当時のね、あの軍隊式の広島ですから4位なんていうのはもうプロ野球選手は認めてもらえないぐらいの、あの1位が町田幸次郎っていうね、専修大学から入った、ま、マッチにいたんですけど、町田はもう無理させるなっていう練習をね、はい、怪我しちゃいけんから、 こいつはもう下っ端やからもうやらしとけみたいな、もうもろに言われましたからね。そんな違いが、まあ、カープはそういう感じでしたね。ああ、まあ、ちょっとその流れでのお聞きしたいところが、あの憲伸さんは1位ということで、ドラゴンズいかがでした？はい、あ、1位ですか？ちょっとごめんなさい、ね、この流れでごめんなさいね。それはプロ入ってから温室メロンです、はい、しかも美味しい温室メロンです、甘い甘い、はい、まあ、それは新人を取ってるぐらいですから。いやいや、そう、確かに金本さん言われたようにキャンプの、第1回目の休みの日なんかはルーキーでどっか出かけようなんか、いちご狩りとか、はい、だから僕はその当時ですと、はい、沖縄で、みんな僕の、あの一番泊まってるホテルみんな集まってですね、うん、早速イルカを触ろう、イルカを触るアクティビティみたいなのがあるんですよ、そこに飼ってるイルカをで、なんなら1位2位の人は触ってこうってカメラでこんなんやってるんですけど、はいはいはい、それ以降はじゃあ行きましょうかみたいなったりとか触ってすらないと、うん、だから申し訳ないなっていう思いが、だから申し訳ないなって僕も沖縄ね、あのキャンプでね、ハブ、マムシ対マングースの戦いを見に行ったんですよなんていうアクティビティ、ね、行って、もう噛まれるならお前が噛まれるよみたいな町田には噛ませないそこでもそこは触り役なんですね、もう町田だけは もし来たら 守れよ、怪我したらならんとこいつを出しとけみたいなでもあのそういうところから皆さんこうよし、でもやってやるぞって、順位は関係ないんだって。僕はやっぱ今現時点の力ではやっぱりもう今勝とうとかそういうの全くなかったですね。ただ2年後3年後4年後には抜いてやるっていう気持ちはずっと持ちながら練習したのは確かですね。憲伸さん追いかけられる側1位、うんうん、仲良くはしてたので良かったですけど、でも普通は4位とか5位の人っていうのは絶対こう負けんぞっていう気持ちで来るんだろうなっていうのは覚悟はしてましたよね。やっぱり特に僕なんかだったら注目はされてるし、怪我もしちゃいけないしとか、はい、なんかこういろんなあの自由に野球したいのに違うプレッシャーがあって疲れるなっていうのは、メディア対応とか、もうカメラもなんでこんなところに、最初嬉しかったんですカメラ向けられる、でもだんだんなんかもうカメラも、そうですよね、ただグラウンドに出るだけなのになんでみたいな感じとか、そんなんありましたけどね。でもこれ、ね、4位だけこう出てるじゃないですか、はい、実際3位のとか2位の選手、はい、で活躍した選手と比べてどうなんですかね。全部見るとやっぱりなんだかんだ1位が一番活躍してるんですよ、ね、はい、統計的には、はい、ただその下になるとあんまり差はなくて、こう最近だとやっぱり4位はこうやっぱり91のあれだけ名球会入りの選手が出てくるっていうのはあんまりないので、だそうなるとやっぱ91年組のドラフト4位の皆さんがやっぱすごいと。そうですね、し、まあ、あの1位がちょっと抜けてて、そこから下は2位3位4ぐらいあんまり差がないのかなっていう感じです。どこを成功の基準にするかちょによってもちょっと違うんですけど、はい、でもあそこまでこう球界の歴史に残るような選手が多いっていうのは、まあ、いわゆる下位指名の中では4位が圧倒的かなと思います、ね。まあ、4位ぐらいになってくると本当にスカウトの方の力っていうのがすごかったんだなって、ね、僕らの1位2位ってほっとっても、まあ、誰もがなんかまあそりゃそうでしょうっていうような、誰もが見てるよっていうんですけど、この辺りの順位になってくるとやっぱりスカウトの人がずっと見てるっていう、プロに行けば絶対成功するっていうのはね、分かるような、うん、だからこそね、今年もそういった目線でちょっとドラフト4位を、うん、なんか見るのも一つポイントかもしれませんね。